はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、また材料紹介ですね。はい、マープルハート、はい、まあ、この下にもいっぱいあるんですけども、はい、買ってきましたので、またパープルハートもね、はい、作っていきたいと思います。木っぽくね、こうやって見えるんですけど、パープルハートはね、木あっても見えません。うん、出ません。こんなもんの売りは全くプレーンに見えますね。はい、そしてピンクアイボリー、まあまあ色がいいものがあったので、ほんとそんなにないんですよね。はい、色がいいもので、こっちはね、ちょっと色がね、悪いもの、この辺はピンクというよりもオレンジですよね。まあ、ピンクっぽい見えるんですけど、色もちょっとあの画像レベルよりもね、薄い白っぽい感じがします。はい、ただね、縮みが出ててね、いい感じなのでね、ちょっと作っていこうかなと思います。まあ、こんな感じで、うん、まあ、ピンクアイボリーも本当にいいのがなくなりましたね。まあ、最近はちょこちょこ木のものも出てくるので嬉しいんですけど、やっぱり色が悪い。本当にピンクアイボリー、パープルハートっていうのは僕の中ではその木というよりは色で勝負をしているので、そう、パープルハートもね、あのいっぱいたくさんあるんですけど、僕は色を見ないと、実物の色を見ないとね、嫌です。絶対買いません。はい、で僕のやつはね、まあ、色が悪くても買ったりするんですが、やっぱり色ですよね。だから写真とか送ってきてもね、やっぱりダメですね。絶対実物見ないと買えないのがこのピンクハイボリーとパープルハートですね。色が良ければね、嬉しいんですけど、さ、まあ、ここまでですかね。うん、まあ、ちょっと気取ってまたイベントにね、持っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。